皆さん、こんにちは。私はケンです。今日はアバイクを紹介します。これはアバイクです。すべてオレンジ色ですから、すぐアバイクだとわかります。このシステムは台中でアバイクと呼ばれます。桃園で U バイクと呼ばれます。アバイクは台中市政府を人々が自転車を使うのを促すために作られたシステムです。また環境を守るために考えられました。距離が短い時、アイバイクの方が便利です。体が健康になれるだけではありません。環境も守れます。じゃあ、いくらですか ?30 分10台湾円です。安いでしょう。使い方は、U カードを自転車の隣の機械の上に置きます。B の音が出たら、自転車の録画が解除されます。もしゆっくり台中を歩きたいなら、車よりアバイクの方がおすすめです。どうもありがとうございます。